本当ぐらいで行ってほしいな。122。これで今日もちろん本気マシンになる。もちろん。今から第2ラウンドです。第2ラウンドベストラップ対決いきます。まずは下さんがタイムを出しますね。さあどうなるか。岡山選手、魂のでした。はい、下さん、今の橋がどうでしたか。ちょっと緊張気味だったかな。緊張気味でした。多分ちょっと緊張気味な橋でしたね。理論値まではちょっと、そうですね、もうちょっといけなかったんですけど、そんな位置にはいけましたけど、そうですね。じゃあこれを使って秋尾さんがどこまでいくかですね、はい、今度は下さんのマシンをね、秋尾がやります。この言ってもね、ラジコンでご飯を食べてるプロですから、やったことないとはいえね。あ、でも結構にぎやけますね。頑張ってます。じゃあ、ハルナラップで。お、乗れてますよ、今のこれ。さあ、どうだ。14.97。お疲れ様でした。お疲れ様でした。その差 0.57 秒。お父さん、最後決めましたね。いやいや、綺麗に走るけど、そう、まあ綺麗に走らせる感じで言ったら、もうかなり綺麗に走る。やっぱりエンジンをこう甘くなっちゃった時の対処とか、そういうのがやっぱりそれはドライバーの、それがやっぱエンジンと電動化の違いで。でも初めてのエンジンで下さんの 0.6 秒落ちですから、かなりのものだと思いますよ。自分の中ではかなり頑張ったですよね。いや、でもさすがだったね。さすが、本当にさすがです。さあ電動化いきますか。いきましょう、いきましょう。秋尾の庭へ。秋尾の庭へ。じゃあ今から今度は秋尾の土俵の方で下さん当たるんです。このストレートスピードに僕は大丈夫かな。120kmじゃないんですよ。16kmラインをきれいに攻めて、16.25。おお、さすがですね。さすがですね。はい、あ、高橋こっちだよ。はい、僕はそんな違うところで走れる余裕がないんですよ。下さんもう、一歩当たってる。おーい。甘くないですか、大丈夫ですか。あ、全く甘くないですか。あ、大丈夫じゃないですか。おーい。あ、でもさすが。さすがです、下さん。おお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 お
か、この人は速いよ。17メートルで。全然おかしかったら違うもんね。全然違いますね。なんか浮いてる感じになっちゃうんですよね。高速コーナー特にティーチャーも、はい、あ逆に張り付きますからね、どんどん張り付くんで、はい、これは来てるよ。これ男性ためのシモ高橋。ああ、ダメ。16、15。何今の。何今の。もう、あの、会社に来ちゃうんだよ。今のが何？今のは何が起きたのかわからない。今の多分後ろ向いた時に風が入って、はい、それで上の方を持ってかれたの。まず、なぜ後ろを向いたかがわからないよ。あの、ここのラインで外に向かっていくとなるんですよ。それで、うん、いけない行動だ。初日はこうちょっと膨らんでもいいぐらいなんですよ。そういうことで乱れると風がボディの多分ね、めくれるかなんか入って、そう外向いちゃうとなって、いや若干調子に乗っちゃった感じですか。やっぱさすがでした。まだ拾いに行ってきますね。すいません。じゃあ次は第3ラウンドで。あ、そうです、はいはい、最後最後の試合しないと、はい、頑張らないと、はい、行きましょう、はい。さあ、奇跡の一戦、三球目の発表。まだ短期で。まあ、あれですね、ボートレースと一緒で、コーナーをどっちが前に。ああ、そうですね。切るかですよね、まずは。まあ、直線がね、スピードでいったら。電動化の方が速い、120に対してね、190の、そこが速いから、ただラップで見るとね、やっぱエンジンとは速いから、走るぐらい速いわけですから、ね、そうだね、コーナーの部分での抜けが楽しみですよね、じゃあそこがどうなるのか、うん、まあこれ、結構僕も電動化があるんですよ、同時で走るですよね、さっき三浦さんはエンジンの方が速いじゃないですか、そうで、でもみんなトップスピードが電動だからっていうので、そこの部分での、さあ楽しみ、さあ打球戦よろしいですか、はい、誰でもじゃあいきますか、セーフの一戦も、エンジン VS 電動頂上決戦第3ラウンド、さあ3、2、1、スタート電動が速い、あすごい、ああああああ一瞬、おお、マジ速い、あれ、なんか余裕を超えて全然抜けましたすごい、これはすごい絵ですよ、さあ、ファイナルファイナル、おお、第3ラウンド3問勝負ですからね、はい、これで1回ストップです、秋代さん、はい、第1回目もう1回いきますよ、大丈夫ですか、いきますよ、3、2、1、スタート、やはり電動が速い、あー、秋山さん、はい、あー、秋山さん、これ勝負ありですね、これ勝負ありです、第2ラウンド、まあ、はい、一応一応やりました、余裕で、まあ、はい、ゴールしてもらわないと、そうですね、で1日の3周、ね、3回まで、はい、何あるか分かりませんからね、そうです、全日本より緊張してますよ、もうバタバタですよ、バタバタですよ、いや、皆さんこれ重いですね、これ面白い、これは面白い、さあ、最終ラップ、さあ、ベストラップを出してセーブアミダルポイントを取りに行く、ポイントなかったですね
まあ一生いっぱいですからね。一生いっぱいでますね。あ、残念だ。はい、ゴールです。はい、2ラウンド終了。はい、1勝1敗。さあ、勝負は最後、最終ラウンドです。やっぱでも1コーナーになりましたね。そうですね、そうですね。やはりスタートダッシュはやはり電動感が速いですね。うん、分かりきれなかった。これ面白いな。これは面白い、これは面白いですよ。セーフの1点。さあ、第3ラウンド、第3ラウンド。3、2、1、おーっと、今度は決めた、秋元選手。おー、電動か静か、電動か静かね。さあ、一周経過、残り2球。これ勝った方が勝ちですからね。おー、面白い、すごい、すごい。あー、入れ替わった、入れ替わった。さあ、最終ラップ、ファイナルー。さあ、アキオの、さあ、アキオのどこまで挽回するか。これは印象、あー、あー、これは余裕で、おー、アキオの勝利。第3ラウンドはエンジンカーの勝利です。志野さん、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱ直射は電動の方が早いんだけどね。うん、そうだね、やっぱりコーナーもやっぱ立ち上がりも結局コーナー失速しないから。これは面白い、面白い。じゃあ後ほど結果発表で、どっちが勝ったんでしょうか。あ、じゃあビデオ判定で。それでは結果発表。いや、お二人お疲れ様でした。随分眠りなお願いをしてしまいまして、いや、皆さん楽しかったですね。これ超楽しかったですね。ここまでセッションってさ、どこが速くてどこがあるかっていうのはいろいろ分かったし、はいはいね、専門家としてもやっぱ面白いのがいっぱいありましたね。こういうのは、はい、じゃあ、ということで結果を発表していきます。はい、まず第1ラウンドですね。スピードガン対決、はい、電動、122キロ、はい、そしてエンジンカー109キロ、はい、勝利は電動化ですね。第1ラウンド、ありがとうございます。そして第2ラウンドです。マシンをね、交換して、はい、それでタイム差をやりました。まず、秋尾さんがエンジンカーをやったやつですね。はい、そのタイム差 0.57 秒差で、はい、となります。はい、0.57 秒差まで。秋尾さんも上手でした、ね、上手ですね。初めてやった。さすがです。対する、下選手が秋尾さんの車をやってやって、はい、その差 0.38 秒差。おお、下選手は勝利です。お、ありがとうございます。これは一勝一敗です。一勝一敗です。そしてガチ、はい、ガチ対決、はい、そして第3ラウンドの、はい、結果ですが、はい、見事、2勝1敗で勝利したのは、はい、下さんですね。おお、やっぱ星の方ですかね。やっぱり30年以上ラジコンやってるんで。ということで、はい、こちらの、電動そしてエンジンカー頂上決戦、はい、本日の対決で、勝利したのはエンジンカーということで、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、この結果正直僕はやる前に、はい、なんだかんだで電動カーが勝ったかなと。まあそうですね、スピードが速いっていうイメージを持ってたら、うん、電動が勝つかなって思うんですけど、はい、やっぱあの一緒に走った時にね、うん、その差っていうのは結構わかるというか、うん、絵見てもらうと皆さんわかると思うんですけど、エンジンカーのやっぱダウンフォースの強さっていうのを多分見ててもらって、ね、ボディが車が吸い付いてる感じっていうのは、まあ、このスポンジタイヤのようにこのボディっていうものでのね、速さに結びついてるのかなっていうのを感じ取ってもらえると思うんですけど、ね、そうですよね、張り付いてましたよね。はい、秋尾さん、ちょっと勝負は負けてしまいましたが、はい、どうでしたか。いや、楽しかったですね。楽しかったですよね。まずね、楽しかったですよね。何より、はい、エンジンカーやってみてどうでしたか。やっぱり、うん、その最初下さんが走ってるのを見て、うん、その手の動かし方とかを見て、うん、実際にこうイメージしてやってみるんですけど、やっぱり全然違う、あ、動きがね。まあ、さすがのでも、やっぱり決勝のね、レースで秋尾さんちょっとやらかしてしまいましたからね。そうですね。やっぱ2ラウンドからですよ、やっぱり。あれはもうね、完全に負けず嫌いが出ちゃった。絶対に負けましたからね。そう、絶対に負けないぞと握ってたら、ちょっとかね、思ったよりもう短くて終わってた。
でもまっすぐ、あとまっすぐ止めたくなればよかったまっすぐですけど、もうエンドで、まあ、気づけばフェンスにしっかり。いやいや、アキオさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ見事ですね、はい、このエンジンカーファンのために頑張ってくださった下さんですね、はい、いかがでしたか。いや、すごく面白かった面白かったですよね。こういう機会、今までなかったです。ないですね。何年もやってきてもなかったんで、すごいいい経験ですね。電動ツーリングのモディファイの速さ、はい、やっぱりもう目がちょっと追いつかないぐらいの速さでもうすごいなと思いましたね。それをあんだけの速さでみんな走ってるってすごいなって。まあ僕らもね本当面白かったですよね、はい、見ててはある程度イメージしてた中でも、うん、分かってたのも面白かったですね。面白かったですよね、はい、また機会があったら、そうですね、また協力していただいてもよろしいですかね。はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。須田さんもありがとうございました。須田さん。今度これに羽をつけたら飛ぶのかってやってみたくなっちゃう。飛ぶよね。絶対飛ぶよ。120キロで。絶対飛ぶよね。でもこの軽さでこの速さだから。次は僕の車飛ばすんですか。じゃあ次は第4ラウンド目で飛距離距離勝負ね。飛距離だったら絶対勝てますよ。いつも動画見ていただいてありがとうございます、非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。